サロットブランドの給油所級、太陽ブランドの給油所。現在は新しいロゴに付け替えられている。太陽石油株式会社は東京都千代田区内幸町2丁目2番3号に本社を持つ石油生成、販売等を行っている石油元売り会社である。国内市場占有率は4位。現在のコーポレートスローガンはこの星と人の力に。 民族系石油元売り会社の一つで、愛媛県を地盤とし、主に西日本に事業展開している。ガソリンスタンドの現在のブランド名は、サロットである。ブランド名の由来は太陽を意味する、ソーラーと明日を意味する、トゥモローから来ている。また、ソ連やルーマニアから日本で初めて石油の輸入を行うなど、旧東側諸国からの石油輸入に積極的であった。なお 石油販売を中心に行っている太陽光油とは別会社である。四国事業所2006年1月17日午後2時頃、太陽石油四国事業所で敷地内の原油貯蔵タンク内で火災が起こり、原油の抜き取り作業をしていた作業員7人のうち5人が全身やけどなどで殉職する事故が起こった。太陽石油の規定ではタンク内での作業には社員が立ち会うことになっていたが、 火災当日は一度も社員が現場におらず、作業マニュアルの任意提出を求め、安全管理に問題がなかったかどうか、事情聴取を進めている。関係者は、作業員らはタンク内でスタンド式の照明3機を使っており、ライトが倒れた後出火したと供述していることから、愛媛県警察はアスファルト上の油分を含んだおでが、 タンク底から高さ20から30センチメートル程度まで残っていたため何らかの原因でこのおでなどに火がついた可能性があるとして捜査を進めている。また、この事件を重く見た消防庁や経済産業省、厚生労働省などの職員も原因調査のため現地入りしている。ありがとうございます。